よう、ユジオ。いないと思ったら水やりしてくれてたのか。うん、誰かさんはうっかり忘れてるんじゃないかと思ったからね。ありがとう。それにしてもずいぶん育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは自宅で花を育てていたとか、あるいはそういう天職だったのかも。どうだろうな。植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったらどうするって？だってさ、キリトがこの学院で修験士を、最終的には聖号騎士を目指しているのは、僕の目的に付き合ってくれてるからだろ。アリスを探すっていう。でも記憶が戻って生まれた町のことを思い出したら、俺がログアウトするためにはシステム管理者ないしはシステムコンソールに類するものを見つける必要がある。それが存在するとすれば、氷協会セントラルカセドラルの中枢部のはずだ。だから俺もまた、ユージオと動機は違えど、聖号騎士の位を得る必要がある。とはいえ、ユージオに現実世界のことは話せないし、心苦しいが、今は隠しておくしかない。いや、たとえ記憶が戻っても、俺は帰らないよ。俺は元いた場所では剣士だった。それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな。剣士なら、王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。キリト。僕は弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ、今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。天職を言い訳にして本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れてしまって、ザッカリアで衛兵隊に入れたのも、セントリアで修験学院の試験を受けられたのも、キリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに、僕は今すごくホッとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。あのな、言っておくけど、俺だって一人じゃとても王都までは来られなかったんだからな。俺たちが今この学院にいられるのは二人だったからだよ。これからだってそうだ。二人で力を合わせなきゃ、上級貴族の若様だの帝国騎士団の精鋭にはとても勝てないぞ。一人で頑張ろうなんて考えるのは聖号騎士になってからでも遅くないだろ。ああ、そうだね。僕らは二人でここまで来たんだから、二人であの白い塔を登るんだ。そうさ。ところで、ユージオ、一つ頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。なんだい？近々、青バラの剣を貸してくれないか。
リーナ先輩と約束したんだ。最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行うときにその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。青バラの剣を自由に使うのは構わないけど。なんだ？キリト、忘れたのかい？明日はあの日じゃないか？僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？何の日だっけ？ほら、あんなに楽しみにしてたのに。どうする？青バラの剣を使うか、それとも。いや、俺の剣を使うよ。ユージョ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよ、キリト。見ろい、この有様を。この黒蓮岩の砥石は3年使えるはずが、たった1年で6つも全損してしまったわい。それで剣はできたんですか？これが。待て、若いの、まだ研ぎ代の話をしとらんかったな。工期丸1年加えて高級砥石6個分じゃ。まずい。衛兵隊で稼いだ金はこの1年間の町での買い食いなんかでかなり減ってるぞ。大丈夫だよキリト、念のために僕もお金全部持ってきたから。助かるユージョ。とはいえ俺たち2人の全財産を合わせてもまるっきり足りなかったとしたら、それってもしかして禁忌目録違反？警察ではなく聖護騎士が飛んできて即逮捕投獄。ただにしといてやらんでもない。本当で。ただし若いの、お前さんがこの化け物を触れるならじゃ。化け物ですか？素材の段階でとんでもなく重かったこいつを北の果てからここまで運んできたんじゃ。
ルーリットの村を出てしばらく歩いた頃、俺たちの前にガリッタという名の老人が現れた。ガリッタ老人は元ギガスシダーの刻み手、つまり雄城の前任者だった。ガリッタ老人は雄城がついに木を切り倒せた理由を尋ねた後、俺たち切り倒されたギガスシダーのてっぺんの枝を剣で断ち切れというガリッタ老人。なんでもその枝は最もソルスの恵みを吸い込んだものらしい。ガリッタ老人はその枝を王都セントリアの北七区に店を構えるサードレという細工師に預けるようにと言った。しかし言っておくぞ、こいつ剣として完成した途端またひときわ重くなりよった。あれ以上に重くなったのか。鍛冶師や細工師はテラリア神の加護でどんなに上等な剣も運ぶことだけはできるはずなんじゃが、わしとて一メル持ち上げるのが精一杯じゃ。キイト、やってみるよ。俺はこれまで無数の剣を手にしてきたが、その大部分が VRMMO のオブジェクトだった。しかしそれでも、あるいはだからこそ、束を握っただけで伝わるものがある。右の手のひらから腕、肩を経て、ああ、そいつを触れるかね。ユージは下がってくれ。うん。行くぜ。すごい。学院のひよっこ連士がそいつを振り寄ったか。いい剣です。当たり前じゃい。国連軍の砥石6個じゃぞ。出世したら剣は細工師サードレの作と広めてくれりゃいい。そいつはたった今からお前さんのもんだ。本当にありがとうございました。名はお前さんが考えるんじゃぞ。うちの店の看板でもあるんじゃ。妙な名前をつけんでくれよ。考えておきます。それじゃあ店名が減ったらまた研ぎをお願いしに来ますんで。うん、言っとくがその時はただにせんからな。もちろんです。よし。うん、なんだ。
人とも準備はいいな？ええ、問題ありません。俺もいつでも行けますよ。気合入ってるね。こいつを思いっきり試せる機会だからな。では今回は全てキリトに任せるとしようか。いや、さすがにそれは冗談だ。さて、今回も無事に終わらせよう。
強そうな相手だ。さあ行くぞ。これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか。遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと、そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か。資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を？先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか？どういうことだ？私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか？何？つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある？貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルト、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていても、わざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。四頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が
他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言しても良いのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。分かった、どうすればいい。頭を下げよ。三等爵士ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい、ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト、リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセレルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で。貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ。そうだな、貴様が修験学院の生徒であるならばやはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。なら受けて立つ。なんだと？キリト、懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな？もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを。リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう。ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきますでは平民の小僧、準備はいいな？ああ、いつでもいいぜ。無声の分際でつけ上がるなよ。戦うまく動かない。
だよ。何が起きてふざけやがって。戦うんじゃない、勝つんだ。平民ごときがなぜここまでの剣を。どうする、まだやるか。言っておくけど、あんたがバカにしたそこのソルティリーナ・セルルトは俺なんかよりもずっと強いぜ。貧霊持ちのセルルト家がそこまでの剣を。立ち合いはこれにて終了とする。キリト、勝ったぜユージは。まったくヒヤヒヤしたよ。キリト、切られたと思ったぞ。ねえ、俺もそう思いました。この大バカ者め。だが見事な素晴らしい戦いぶりだったぞ、キリト。礼を言わせてもらうよ。独り占めできなかったのは残念だが、お前は約束通り私に全力の戦いを見せてくれた。ありがとう、キリト。リーナ先輩、とにかく無事でよかった。町へ戻ろう。ええ、帰りましょう。